ではこちら準備整いましたので始めさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。ではよろしくお願いいたします。はい、それでは前橋育英高校男子サッカー部、笠柳翼くんの、ビファーレン長崎、入団記者会見を、今から始めたいと思います。私の本国コーチの神山と言います。よろしくお願いします。それではですね、まず学校代表して、校長挨拶ということで金子校長お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。本日は本校サッカー部、笠柳翼選手のですね、ビファーレン長崎、入団契約及び記者会見に参加出席いただきまして誠にありがとうございます。笠柳翼君はですね、ミッドフィルダーとして、そして、2021年アンダー18のですね、候補と代表、日本代表候補として、頑張っております。まあ、これからまだ選手権もあるんですが、とにかく本校のサッカー部監督の山田先生のですね、ただただサッカーができればいいというわけじゃなくて、サッカーを通して人間力をつけるというような意味ではですね、非常に笠柳翼選手はですね、人間力のある選手だというふうに思っております。そういう意味ではこれからビファーレン長崎のチームにおいてもですね、十分活躍が期待される選手だと思います。この後ビファーレン長崎、入団をですね、決めた熱い思いについて、十分語ってもらえばなというふうに思ってます。本日は出席よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございました。続いて、球団代表挨拶、ビファーレン長崎、強化部長竹本様よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。笠柳翼選手を、ビファーレン長崎に迎え入れるにあたって、いろんな方々に、関わっていただき、でそしていろんなところの気持ちの部分で感謝もしっかりと私たちは抱いております。笠柳翼選手はやはり前橋育英高校で3年間プロサッカー選手になるため、そして高い人間力を培い、もちろん保護者様の教育や指導があって、さらに前橋育英高校で最後の仕上げの3年間を金子校長はじめ山田監督に行っていただきました。それについて笠柳翼選手は期待に応え、目標であるプロサッカー選手になるための準備をしっかりし、我々と縁があり今日をもって入団を内定するということになりました。まあ、選手のテクニカルなところ、技術面に関しては皆さんもご存知だと思いますし、私からもコメントをさせていただいておりますが、非常にサッカー IQ も高いですし、何よりも人間力、まあ、優等生という言葉がぴったりかもしれませんが、まあ、そういった選手が長崎に来ていただけるということで、本当に今後先が楽しみな選手が加入してくれたな、そして日本代表に近づいていける選手が長崎に来てもらえたなという実感でおります。そういった意味でも本当に期待を持てる選手だと思っております。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。続いて、山田監督よりも、選手紹介を、していただきます。山田監督お願いします。はい、皆さんこんにちは。監督の山田と申します。笠柳翼に関しては本当に、将来性のある選手なので、今後は期待できるかなと思います。ただ本人もよく分かっていると思いますけども、プロになることが夢ではないので、
ここからが一番大切になってくるのかなと思っております。まだまだ体も心の方もまだまだプロとしてやっていける感じではないと思っております。もちろんフィジカル的にも課題がいっぱいあります。そういう意味でここからスタートということで、プロに向けて、頑張っていただければいいのかなと。そしてその環境が、VFRN にはあるということだと思っております。したがって、残りの高校3年間を3年間じゃなくて残りの選手権、リーグ戦もとにかく全力を尽くして、そして、来年度 VFRN に入りまして力が発揮できるように良い準備をして、やっていければかなと思っております。本人はここからがスタートだということをもう一度確認して、頑張ってもらいたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それではここで、ユニフォーム贈呈ということで、球団関係者、それから笠内選手、報道の前でユニフォーム贈呈をお願いします。こっちもお願いします。はい、ありがとうございます。あとこっちお願いします。ニコって合わせて、はい、はい、そうですね、そうですね、あ、そうですね、その方が、はい、難しいよね。ありがとう、はい、ありがとう、バッチリです。はい、じゃあ、はい、ちょっと持ってきて、はい、よいしょ。はい、それではですね、笠柳君にですね、ここで決意表明を、していただきたいと思います。最後もよろしくお願いします。起立した方がいいですか。皆さんこんにちは。この度来季からビハーレン長崎に加入することになりました前橋育英高校の笠柳翼です。まずはこのような素晴らしい会を開いてくれた先生方、そしてこの会に来てくださった取材陣の皆さん、ありがとうございます。まずはプロサッカー選手としてこれから厳しい世界に入りますが、まずは人としてファンやサポーターへの感謝を忘れず、子どもたちのお手本となるような行動をし、そしてプロサッカー選手としては自分の武器であるドリブルやスルーパスを生かして子どもたちに憧れを持たれるような選手になり、たくさんの人に元気や
勇気を与えられるような選手になっていきたいと思います。ここまで来れたのも各世代の監督やコーチ、そして仲間、そして家族、たくさんの支えがありました。自分は一人じゃ何もできず、いつもみんなに頼ってばかりでした。なのでこれからは一人のプロサッカー選手として、そして一人の大人として、心も体も成長し、たくさんの人に見られる中でも恥ずかしくないような行動をして、前橋育英の代表として頑張っていきたいと思います。一日でも早く長崎のピッチに立ち、長崎の一員として勝利に導けるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、ここで、出席されている記者の方からの質問、質疑応答を受けたいと思います。質問等ある、方はですね、教師の上、一応社名を言ってから、質問をお願いいたします。よろしくお願いします。あ、上司の新聞のライフと申します。笠柳に、質問を聞きたいんですけども、ヴァンフォーレ長崎に入団を決めた理由をちょっと改めて、話していただければ。そういった理由で、プレーとかプレースタイルとか自分に合ってるとか、なんかそういう具体的な部分をちょっと話していただきたいんですけど。はい、まずは夏に練習参加をしてみて、強度が高くてとても雰囲気が良かったのを覚えています。特に選手同士ではコミュニケーションをとっていて、自分は高校生であるにもかかわらず、たくさんの人が自分にもコミュニケーションをとってくれました。そして私生活の部分でも、たくさんの選手が自分に話しかけてきてくれ、とてもサッカーに集中しやすかったのを覚えています。こういった長崎の選手たちの人柄の良さや人間性っていうところは、自分も見習わなければいけないポイントだと思い、そしてサッカーの部分ではしっかりとしたパスをつないでゴールに迫っていく、時には前に早く攻めて相手を脅かすといったようなサッカーが自分に合っていると思い、ここからならさらにステップアークしていけると思い、ここに選びました。プレー面では玉田選手がとても印象に残っていて、やっぱ玉田選手は止める蹴るの技術がすごく高くて、やっぱ玉田選手が持つとチームが一回落ち着いて、まあ、ためができますし、あと玉田選手が持てば安心して自分もすごい裏とか走れるなと思ったので、そこはやっぱ玉田選手になっていきたいですし、まあ、そこから追い抜かすってことも大事だなと思います。で、他にはやっぱ私生活の部分とか、まあ、特にさっきコミュニケーションって言ったんですけど、やっぱ富澤選手とか亀川選手とかには本当にたくさん分からない練習とかでも練習中に教えてくれたり、食事の部分でも一緒に誘って食べてくれたりと、本当に人柄の良さを感じたので、そこは自分も見習っていきたいと思います。多分玉田選手ぐらいになるとお父さんとかお母さんの方が年が近いんじゃないかなと思うんですけど、何かこう言われて、あ、こういうことが響いたなとか、これはためになったなみたいなことで何かありましたか？やっぱ玉田選手とかは本当にポジショニングと、あと止めることをまあ重視していて、やっぱそこのトラップっていうのは大切だぞって言われたので、まあそこは本当に日頃から意識してやっていきたいと思います。なんかサッカー選手の心構えみたいなのなんか解かれたりしました？サッカー選手としてはやっぱ日々のその準備が大事っていうか、そういうピッチ外でもピッチ内でもオフザのところで本当に準備が大事って言ってたので、そこも真似していきたいと思います。じゃあ一問いいですか？ J リーグで実際こう対戦したみたい選手っていうのは誰か自分の中でイメージできる選手ですか？なかったでしょ？いないです。高本さんに伺いたいんですけども、はい、
まずもともといつ頃から笠柳君のことに興味を持ち始めたかということを、まあ、そこからオファーに至るまでの経緯みたいなことを簡単に教えていただけますか。はい、笠柳翼選手に関しては、まあ、去年の頃から、少し情報は、入りました。で今年本格的に、スカウトの上山の方が、調査をしまして、まあ、もちろん山田先生にもいろいろ協力いただいて、夏に、練習参加をしたあと、やっぱり練習に来た瞬間にオファー出したいなっていうふうに私一人が思ったわけではなく、監督コーチ、含めいろんなスタッフが欲しいねっていう一言がありました。でそこに、まあ、もちろんプレー面は、当たり前なんですけども、やはり人間力というか、あの長崎ビバレ長崎らしい選手像じゃないかなと思ってますので、そのあたりも決め手の一つになりました。はい、今日はね、だいぶ緊張してるんですけど、普段はすごく明るくて、はい、その後もしっかり喋れる、ハキハキとしたいいやつだなって印象があるんですけど、はい、まあ、その練習に参加した時の彼の雰囲気も含めた、滝本さんから見た笠柳君のキャラクターっていうのはどういうふうに感じていらっしゃいますか。そうですね、あの練習参加した時に、本人ともあの話をたくさんしましたけども、やはり自分自身の意思をしっかりあの発することができるなっていう印象がありました。でその中でも、少しやっぱり高校生なので遊びのところもあったので、すごく幅のあるあの人間性だなっていうのはすごく感じました。で、まあ、練習の中でも本当に、まあ、言い方悪いんですけども、クソ真面目にあのプレーしていましたし、やっぱり本当にプロになりたいっていう意欲と意思はその時にはっきりと見えました。はい、ありがとうございます。はい、小野先生、この2年半で笠柳君が入学した時から一番成長した部分っていうのはどういうことですか。やっぱりあのサッカーの面ではあのまだ細かったんですよね。もうちょい少しになってきたんで、まあ、これからもっともっとあの多分体が出来上がっていくんで、あのそれに伴うあのスキルはあの戦術的な面を含めてあの持ってるので、もうこの体ができてくればもっといいプレーができるんじゃないかなと思います。あとはやっぱり3年間 の学校生活とか寮生活とかでやっぱりあの自分で何でもやらなくちゃいけないし、この特に1年2年はコロナでもあの自分たちがやりたいのにできない、あのいろんな環境の中であの自分なりに考えて判断し行動しなくちゃいけないっていうのを学んでいったんじゃないかなと思いますよね。だから、まあ、そういった面ではあの今後本当に楽しみな感じが僕自身もしてますけども、もっともっと良くなると思いますから、ね。はい、もう一つだけいいですか。まあ、富澤選手がもうすでに今後の OB としてベガーデンにいらっしゃると思うんですけど、まあ、高卒という意味では多分初めて前橋というからベガーデンに選手が行くと思うんですね。で、まあ、山田先生にとっては故郷の長崎のクラブで、まあ、その故郷にこういうクラブが J リーグのプロクラブができて、そこにこう教え子を送り込むという思いに関しては率直にいかがですか。まあ僕らの時代に長崎にあのプロチームができるっていうのはもう考えられないことだったんで、だけどもまあ、いろんな方々と上山さんとか高野さんとも話してると、もう本当にあの壮大なあのスケールの大きいスタジアムの話とか聞いた時には、もうこれからもう必ず九州でもナンバーワンになるような、もちろんあの日本でもナンバーワンになるようなあのそういう施設であったりシステムであったりが可能があるのかなと思って、もうこれだったら、まあ、本人が力を発揮する場所には本当に合ってるなという感じはしました。すみません、長々ありがとうございました。他にありますか。西新聞の井田と申します。福本さんにお聞きしたいんですけれども、はい、技術面で笠柳選手に入団してから期待するところ期待する部分というのを教えていただけますでしょうか。はい、まずやはり個人技ですね。非常にドリブルなど得意な、ストロングポイントがありますので、そこは本当に
すぐにでも発揮してもらいたいなと思っています。それと、個人技に注目されがちなんですけども、やはりサッカーインテリジェンス、サッカーに対する理解力っていうのは高いので、2人目3人目っていうところの、サポートであったり、そこにチャンスメイクしたりとか、そういったところも個人技に頼らず、周りをとの関わりができるところは、素晴らしいなと思います。はい、あでもどうぞ。草薙選手に聞きたいんですけれども、選手権の県大会を控えていて、それに向けて の、どういった気持ちで臨みたいかというのを教えていただければと思います。はい、やっぱり選手権は本当に自分にとっても、そして3年生の仲間にとってもやっぱ最後の大会ですし、やっぱインターハイでは本当に2回戦負けっていう悔しい思いをして、まあ、自分たちは本当にリベンジをしないといけないと思うので、やっぱ全国大会には確実に出たいですし、けど県大会は本当にやっぱどのチームも強くて対策もしてくるし、本当に難しい試合なんですが、けどそれでもやっぱ自分がそのチームを勝たせられるために、まあ、今から日々努力して、まあ、やることは変わらないですが、本当にチームで今からこのプリンスリーグをしっかり戦って、まあ、選手権の予選に臨めればいいかなと思います。よろしいでしょうか。どうぞ。はい、すいません、大丈夫です。さらに質問したいんですけど、今年 C24 の代表とかも含めてかなりこう同年代のいろいろなライバルと刺激し合ってここまで来たと思うんですけど、その中でも同年代でこう一番意識する選手と、まあ、その理由みたいなのを教えていただけますか。やっぱりその同年代でいうと横浜 FC の山崎大進は本当に小学校からの知り合いで、ずっと小中高と、まあ、サッカーをする機会が増えて、まあ、やってましたけど、やっぱ大進だけには、まあ、プレースタイルが違う部分もありますけど、やっぱ負けれないですし、本当技術面とかでは絶対に負けちゃいけないと思ってて、まあ、そこからあとフィジカルがつけばやっぱどんどん越せると思うんで、まあ、追いつき追い越せでどんどんやっていきたいかなと思います。プロになるっていう意味では一足先にプロになったと思うんですけど、なんか連絡とか取れました。その代表とかで行った時にやっぱ話しましたし、けど大使も必ず絶対プロになるっていうのは分かるので、まあ、ここの4年間そのやる環境っていうのは違いますけど、まあ、絶対に負ける気はないので、そこは本当この4年間っていうのはとても大切な時期なので、やっぱり努力は 大切かなと思います。改めてプロサッカー選手としてこういうところまで到達したい、こういうプレイヤーになっていきたいっていうのを改めて教えてください。やっぱプロサッカー選手としては本当に、まあ、厳しい世界なんですけど、やっぱゆくゆくはそういう世界とかに出て、まあ、ワールドカップとかやっぱ日本を代表する選手になりたいですし、まあ、それが簡単ではないってことは分かっているので、まあ、日々の練習とかそういうところをもっと本当意識高くして、まあ、自分が絶対日本代表になるっていう強い気持ちを持ってやっていきたいと思います。ありがとうございます。で他にありますか。はい、それでは、ありがとうございました。質疑を終わりたいと思います。この後ですね、記念ごめんなさい、いや、長崎の方でもしかしたら質問があるかもしれないので、ちょっと聞いてもらっていいですか。長崎の方ありますか。はい、じゃあここで長崎の方で質問ありますか。はい、じゃあすみません、長崎の方での、質問があればあ、はい、受けるということですので、長崎の方の、方は何かご質問ありますか。はい、じゃあ長崎新聞の方、長崎新聞の方、お願いします。と言います。よろしくお願いします。笠谷凪選手にまず質問です。まあ、大学経由じゃなく高卒プロにこだわる理由というところから聞かせてください。はい、やっぱオリンピックとかを見るともう世界のチームに所属している人が多くて、やっぱりもう高校からプロに なって世界に早く飛び立たないと、本当にそういう代表とかやっぱ厳しい世界になってくるので、自分はその大学4年間を経てからではなくて、やっぱ 早いうちにプロになって、そこで試合に活躍して世界に飛ぶっていうのを
やっぱ意識した上でこの選択を選びました。ありがとうございます。もう一つ、今のサッカー前線の選手も守備しないといけないということで、今の長崎の攻撃と同じぐらい守備というのも、守備というのだったり攻守の切り替えというところを重視しています。まあ、そこについての意識というのはどう思っているか聞かせてください。やっぱりそのサッカーにおいてはその守備というのは今本当に注目されてますし、けど自分はまだ守備とかその運動量という部分ではまだまだ課題があるので、けど逆に言えばこの期間で本当にそういうところは意識すれば成長できると思うので、そういうところを意識してやっていきたいと思います。ちょっと山田監督にもお聞かせください。先日お世話になりました中島です。まあ、先ほど、ここからがスタートだという話がありました。笠谷凪選手、今日プロ入りが決まって、まあ、卒業までに、どういう成長を見せてもらいたいと考えてますか？いやー、もうそれよりも今日話した、ね、素晴らしい意見を言ってたのでそれをそのまま行動に移せればいいと思います、ね、言うのはね簡単なんで、でもそれをちゃんと確実に芯を強くしてちゃんと表現できるようにしてくれれば長崎でも必ず結果が出ていくかなと思っております。以上です。長崎で社会人生活を始めるということで、何か長崎での生活、アドバイスがあればと思うんですが、どうでしょうか？そっちかい。いやいや、長崎市内はそんなに僕は行ったことないんで、前橋よりは都会だと思います。ただ坂が多いですよね。坂が多いので。でも夜景は綺麗ですよね。まああまり関係ないか、まあ、とにかく環境にいち早く慣れて頑張ってくれればいいかなと思いますけど、はい、期待します。はい、はい、じゃあ他に長崎の方で何かありますか？では他に、フリーランスの藤原さん、お願いします。お疲れ様です。フリーランスの藤原です。よろしくお願いいたします。まず竹本テクニカルディレクターにお聞きしたいんですけども、去年から注目していたということなんですけども、昨年の笠柳選手、どちらかというと途中出場してのドリブラーというタイプだったり、インターハイなんか見てるとかなりこうゴール前の仕掛け、いろんなパターンが増えてきたな、いろんなプレーの幅広がったなと思ったんですけども、この1年で竹本ディレクターから見て、ここは特に伸びてるんじゃないかな、さらにここから長崎に来てここは伸ばしてほしいなと思ってるのを聞かせてください。はい、ありがとうございます。伸びているなとやっぱ感じるのは突破力のところですかね。ドリブルで仕掛けて相手を抜き去るっていうところはやはりかなりスピードも上がってきてますし、仕掛けるタイミングっていうのも素晴らしくなってるなって思ってます。それと、これから期待するということは、まあ、やはり守備のところはまだ、高校生ですので、まあ、プロのインテンシティにどれぐらいこう近づけるかっていうところではありますので、そのあたりの課題というのは本人が一番理解していると思いますので、そのあたりを伸ばしていければ、即戦力になるんじゃないかなと思っております。そこはまた、高校生活の中でも、少しずつ進歩していくんじゃないかなということを確信しています。ありがとうございます。次に笠柳選手にお聞きしたいんですけども、練習参加した時がちょうど、長崎が練習を公開してる時だったと思うんですけども、あの時こう実際にこう長崎のサポーターの前で少しこう練習した、その時のまあ印象であるとか、まあ、気持ち的なものをまず聞かせていただけますか？はい、やっぱりそのたくさんのファンやサポーターの皆さんが見てる中で、やっぱ練習するっていう機会は高校じゃあまりなくて、やっぱそういう
みんなの期待に応えなきゃなっていう思いも本当に芽生えましたし、やっぱそういった中でプレーすることで自分の成長にもつながると思ったので、やっぱそういう環境があるのは本当にありがたいなと思います。また加入が決まる前、練習のビファーレン長崎というチームに対するこうイメージというかあったら聞かせてください。やっぱ長崎はもともとまあJ2 でも本当上の方にいて、まあ、J1 の時もありましたけど、やっぱ強いっていうイメージは本当に元からあったので、まあ、そこで自分ができるってなったのは本当に嬉しいですし、やっぱけどそこからは厳しくなるので、自分もどんどんアピールして試合に出ていけるように頑張りたいと思います。最後にあの山田監督にちょっとお聞きしたいんですけども、前橋でも約100名近いプロ選手を輩出している、まあ、長崎でも富澤選手、それから昔だと岩丸選手なんかもプレーしたんですけども、まあ、それだけ多くのプロを送り出してきた山田監督から見て、このプロとして成功するために必要なこと、またそれがあの笠原柳選手の場合どういう部分が最もプロ向きだというふうに感じているのか聞かせてください。いや結構難しい質問なんでいろんな答えはあるかなと思いますけども、ただやっぱりあのプロにスキル的なとこからいくと、ちゃんとボールが止められて蹴れて運べる選手じゃないともうダメですよね。だからその辺はしっかりとした基本技術はあの彼の場合は持ってます。であとそこがもうそこから大切なのはもうメンタリティなんで、要するにあの僕がよく言ってますけども、あのスキルプラス身体能力かけるの、まあ、これ格好付けになりますけど、そこにやっぱりあの皆さん方が言ってらっしゃったように、あの人間力っていうのがあのその選手の資質になるんじゃないかなと思っております。したがってあの彼の場合はこれからフィジカル的な能力がどんどん高まっていって、そして人間的な人間性が本当になっていければ、ものすごいいい選手になる可能性が高いと思っております。以上です。ありがとうございます。一応にちょっとお聞きしたいんですけども、サッカー部だけでなくいろんなスポーツでこれだけプロを輩出している学校全体に与えるその影響というか、どういったものがあるかなというふうに考えますか。あ、私ですね、はい、あいやこれは本当にあの本校としてもですね、まあ、あのサッカーを中心にって言ったら変ですけど、サッカーから、まあ、いろいろなスポーツのですね、競技力が上がってきたっていうのは確かです。私もあの山田先生とほぼ同じ時期っていうか、もう38年の付き合いなんですけど、やはりあのサッカーを通してですね、他のスポーツ競技も刺激をされて、そして野球もサッカーもそうですけど、さらには他にもですね、柔道やあるいは陸上やいろんな競技がですね日本一になるような、そういった選手たちが生徒が集まってきています。そういう意味では、非常に本校としてもですね、スポーツ競技力の向上というのはですねプラスにはなっております。またこれからもですね、さらに、まあ、発展できればというふうに思ってます。そんなところです。わかりました。ありがとうございました。今日はおめでとうございます。はい、じゃあ他にいます。他にいらっしゃいますか。長崎国際テレビの方お願いいたします。テレビでビファーレ長崎の応援番組、川内と申します。よろしくお願いします。笠谷選手に、お伺いします。先ほど心と体の成長が必要という話がありましたけども、具体的にこうプロに、加入するまでの間、プロに入ってから具体的にどういったところを成長させていただきたいか、まあ、心の部分、体の部分、またプレーの部分、また一つずつ教えていただいていいですか。はい、やっぱりその体の部分っていうのは本当にさっき監督が言ってましたけど、やっぱフィジカルは本当に人よりも全然足りてなくて、まあ、そこは自分も分かっていて、まあ、やってるんですけど、まあ、それがあんま結果が出てないっていうのが現状で、まあ、そこは本当にプロに入ってからも入る前までもからもやっぱやらないといけないですし、まあ、そういった地道な積み重ねは自分はできると思っているので、まあ、そういう筋トレとか含めてやっぱ体の部分は成長しないといけないと思いますし、
精神の部分ではやっぱりずっと前橋育英では本当に心が大事、頭が大事と言われているので、その頭の回転力だったり、まあ、心の精神的たくさっていうのはまだまだつけていかないといけないかなと思います。今、まあ、前橋育英での話がありましたけども、まあ、まだ終わってませんが、高校サッカー3年間前橋育英山田監督のもとで、やってきて、一番自分自身大きくなったなと思うのはどういったところでしょう。やっぱり自分は本当に、まあ、これは考え方ですけど、自分は監督から一番教わってきたと思うのは、やっぱどんな場面でもやっぱ満足せずにどんどん上に上がるっていうことは本当に、まあ、言われてきましたし、常に監督がやっぱりそこを示してくれたので、まあ、自分もそういう、まあ、習慣っていうか、どんどん上に行きたいっていう向上心を、まあ、持つことができたので、やっぱプロサッカー選手になれたと思いますし、これからはだからプロに行ってもやっぱそこの向上心っていうところは、まあ、自分の武器だと思っているので、まあ、日々努力してやっていきたいかなと思います。今日その青いユニフォームに袖を通しました。前橋育英といえば黄色と黒のユニフォームですけども、ご自身今の姿見て青いユニフォーム似合ってると思いますか。似合ってると思います。最後には私とあの応援番組やらせていただいて、選手のいろんな表情を、紹介しているんですけども、笠柳選手自身は、自身の性格、例えば明るい方、真面目、自己分析すると、どういったキャラクターだと思ってますか。やっぱり自分は人と話すのが結構好きなので、まあ、そういうオフの部分ではやっぱりそういう人とコミュニケーションっていうのは自分の中では欠かせないかなと思いますし、まあ、明るいとも言われますし、けどやっぱサッカーになったら、まあ、コミュニケーションっていうのは大事なので、まあ、そこはうまくつながってるかなと思います。入団したらまたインタビューとお願いすることもあると思います。今後ともよろしくお願いします。今日もありがとうございます。ありがとうございます。